グレゴリウス16世は、ローマ教皇、カトリック教会の司祭。本名、バルトロメオ・アルベルト・カッペラーリ。高まるイタリア統一運動とそれに期待する世論を、読み切れず、教会と世俗国家との間の溝を広げることになった。選出時に司教でなかった教皇として、また現教皇、フランシスコ以前では、修道会司祭出身として、最後の教皇である。 1765年、ベネツィア共和国のベルーノで生まれたカッペラーリは、長じてカマルドリ会に入った。若くして、秀才の誉れ高く、その学祭によって、修道会内外に名を知られる存在であった。1799年にはジャンセニスムを糾断する著作を表し、イタリアのみならず、ヨーロッパ諸国でも出版された。 1800年にはできたばかりのカトリックアカデミーの会員に選ばれている。カマルドリ会副総長、副教省長官などを経て、1825年3月に数奇教に任せられ、レオ12世紀の下で教皇庁の外交職に従事した。1831年2月2日、ピウス8世の死去を受けて始まったものの、50日続いたコンクラーベの末に45人の数奇教の 中からカッペラーリーが教皇に選ばれ、グレゴリウス16世を名乗った。彼は、教皇選出時には司教でなかったため、大冠式の日に司教に除解された。1830年の7月革命後、フランスがイタリア領を脅かす気配を見せると、イタリア国内にイタリア樹種独立の機運が高まった。しかし、グレゴリウス16世は、教皇領の治安維持に外国軍である。 オーストリア軍の出動を依頼したため、教皇領内で民衆の暴動が発生した。グレゴリウス16世は、近代と名のつくものすべてに嫌悪を感じていたらしく、近代科学技術を駆使した鉄道やガストをすら、教皇領内に設置することを拒否した。1834年には、再三の警告の末に、カトリック自由主義の論客フェリシテード・ラムネーを破門した。 ことでも知られる。近代主義と世俗国家のあり方を求断しつつ、教会が自らの中に閉じこもっていった、グレゴリウス16世時代のスタイルは、後の第一バチ観光会議に至る伏線となっていく。ありがとうございます。